今回は君のおかげでとても助かったよ。ありがとう。本当？私これからも観測と一緒にいていい？もちろん。君がいないと私はダメみたいだ。君の元気な声を聞くと戦の最中でもホッとするんだ。戦果を上げるたびに褒めてなんて無邪気な子供みたいで。さあみんなのところへ戻ろう。もうすぐ軍議が始まる。待ってよ観測、もっと別のところも褒めてね。